野田秀樹さん、表に出ろい万有事件ステージどうぞ。水って言ってるだろ。あなたのグラスが見当たらないんです。どんなコップでもいいよ。すいませんね、お手伝いさんがいないと何が何やる。おまけにこんなに早く夕飯なんで申し訳ありませんね。おい、皮肉か。皮肉ってなんで皮肉なんです。ありがとう。悪いね。悪いねって何をおっしゃるんです。私こそ悪いねって気持ちですよ。おいよ、皮肉か。皮肉ってどうして皮肉なんです。いや、すまん。なんで今のが皮肉に聞こえるんです。ね、今晩は仕事といえば仕事だけで。おっしゃるんです。ああしておさらいすることが仕事でなくて何が仕事です。おさらいはそうだけどね。私こそそんなあなたに留守番をお願いをしても申し訳ないと思ってるんですよ。でもそうたびたびあることでない。ちょっと待てよ。お前どっか出かけるのか。ええって俺もだよ。俺もってどういうことです。今夜は何もないはずでしょ。だからさっき言ったろ、出かけるって大声で仕事だからって。ああドライヤーかけてたんですよ。聞こえてなかったのか。私今夜のことは留守番お願いしたじゃないですか。留守番ってなんだよ。手伝いさんにもお弟子さんにも夏休みあげちゃったんです。だから都合がつかないから皆ばおしたちの面倒を見てくださいって。ダメだよ今日は。俺はでも私3ヶ月の前から今夜のことお願いしてますよ。3ヶ月前にねお願いされたことなんか覚えてるわけないだろ。先週もお願いしました。先週って俺留守番したいな。脱出するって言ってたのあれ今晩か。はい、先週の土曜日にも確認のためにお願いしました。いや、ちょっと待ってよ。それは変だね。なぜです。私もね、今日の用事がね、先週の土曜に決まったんだからね、そんなはずない。何も言ってませんでしたよ。2つ返事で、はいはい。ああ、土曜日の昼か、夜か、いざ。夜だったと思いますよ。じゃあ、ダメだね。私はね、土曜日の昼に決まったから。昼だったの覚えて、私の方が先約だから。先約って、私は何も聞いてませんよ。ああ、ちょっと待って。今電話するから、それで分かる。電話って分かるって何がです。いや、どっちが先にね、今日外出する用事が決まったから、先に決まった方が外出できる。それでいいな。いいな、記憶はありませんよ、そんなの。私は何も聞いていませんよ。後とか先とか認めません。あ、もしもし。私です。早期です。もう間もなく営業出ます。いやね、先週私ね、今日のこれ決めたのは、昼間の会合でしたよね。なんかね、周りが明るかったの覚えてますからね。昼間でしょ。ねえ、土曜日の昼間にね。日曜日の昼間。あ、そうですか。あ、とにかくね、昼間はだったんですね。わかりました。こちらもすぐに参りますので。昼間だ。先週の昼間に約束してる。私の方が先約だ。日曜日の昼間って今私伺ったんですけど。皮肉か。はい。つまり、土曜日の夜に私はあなたにお願いをして、あなたは二つ返事で、いいよ、出かけておいでとおっしゃった。その翌日、日曜日の昼間にあなたはそのことを忘れて、後から予定を。うるさい。後とか先とか認めませんって、お前言ってたじゃないかよ。あなたこそ先に用事
が稲葉氏の面倒を見るんです。今晩くらいね、ほったきゃいいだろ。稲葉氏妊娠しているんです。臨月なんですよ。またか、何匹産めば気がするんだよ。またかって、あなた稲葉氏が妊娠していることにも気づかないでいたんですか。今晩はね、生まれないだろう。そんなことわからないでしょう。私が生まれさせないで見せる。あなた、命というものをどういうふうに考えてるの。そんな風だから、カナエがお腹にできた時もあなたはよかったじゃなくてどうしようって言ったのよ。なんでそんな20年も前の話をするかな。急に思い出したんです。どうしようってどういう意味だったの。お腹に宿した命をどうしようって。あらね、私も遊びたい盛りだったし、それでほら、カナエが埋まったら、なんていうか、あ、カナエはどうしてるんだ。あいつに嘘ませろ。あの子になら3ヶ月前に断られました。なんで、ね、学生の分際で3ヶ月前からスケジュールが埋まってるんだよ。あなたなんて全然スケジュール埋まってないですもんね。埋まってないわけじゃない、決めたくないだけだよ。おかえりなさい。おかえり。何よ。何よってなんだ。いや、お父ちゃんまでおかえりってなのはいつ以来だ。あいつもね、心の中では言ってたよ。おかえり、おやすみ、行ってらっしゃい。留守番してくれてありがとう。あ、はいはい。留守番するのか、するのか、しちゃうか。何言ってんのよ。今晩留守番してくれる？やだ、今晩だけど、これから作って分けるんだから。明日ならいいよ。まあこの世があれば話だけど。いや、明日はいい。明日以降はね、永遠に私が留守番をしてもいい。だからね、今晩だけ俺ができないから。え、二人とも負けちゃうの？そうなんだよ。え、ピナパーストするつもり？もうこれの生まれそうだよ。だからピナちょっとだけ帰ってきたんだから。気になっているんだったらずっとついてってあげなさい。それが命の大切さということでしょ。だったら2、3時間、え、3時間半多分アンコール入れてもそんなもんだと思うから。え、お母ちゃま、アンコールって何？アンコールってあれじゃない。アンコールって何？いや、今アンコールって言ったから。コンサートだろ。コンサートかな。コンサートにアンコールはつきものね、確かに。あー、読めた。ジャパニーズの、またジャパニーズのコンサート。お前ね、この前も言ったばかりじゃない。この前って去年の冬じゃない。今は夏、秋の声もちらほらと聞こえてきますね。しないな。ダメだな、外出禁止だぞ。や、そうよ、あたしにいろいろたくさんあったら、自分はジャパニーズのコンサート。そうだよ、わしにも言った命のことをどう考えてるか。それがジャパニーズか。バカこすよ、ピアマシから生まれてくる新しい命よりもジャパニーズか。なんであの小さな男の子たちに夢中になるのかな。あんなの音楽に全然ダメよ。音楽なんて関係ないでしょ。ジャパニーズはね、歌手なの。歌手に音楽関係あるでしょ。エンターテイナーよ。ジャパニーズのエンターテイナーの、東京ドームをいっぱいにするエンターテイナーの。今夜しかない。もう今夜が最後なの。3ヶ月前に私がチケットを取ってどれだけ楽しみにしては生きてきたと思うの。正月と盆みたいなもんなのよ、私にとってのジャパニーズ。なんであんな小さな男の子たちに入れ上げるかね。もう小さいから、あの子たちは小さいから。もう大きいジャパニーズ。ジャパニーズじゃない。だから行かせて、私に叫ばせて、東京ドームで絶叫させて。もう絶叫すれば。あんたはもうほんと行かせなきゃよかった、ロンドンなんかに。何が今さ、ロンドンなんかに留学したら、まあ、ガブレじゃっても日本の文化バカにして。え、文化なんだ。ジャパニーズはあの音楽じゃない、歌を。でも小さすぎる男の子たちが、ね、文化なんだ。文化よ。じゃあこの国の何が文化なの、言ってごらんなさいよ。のとかさ、ほら、お父ちゃまのやってる女は文化でしょ。だったらお父ちゃまの女のためにそのくらい熱弁を振るってよ。涙目になってよ。じゃあ行ってくるわ。ダメよ、絶対に今夜は行かせない。なんでよ。小さすぎる男の子たちと言ったから。取り消せ。いや、小さいよ。小さいけど、小さすぎはしないでしょ。まあ、辛い。私はね、おのおのこと文化と呼んでくれたことあるやろ。でも、デオさんね、ジャパニーズも文化だと思うな。あ、いいよ、無理して分かれなくて。あ、そうじゃない。おのおの始まりだってね、今のジャパニーズとそれほど違わない。世阿弥とかね、みんな美しい男の子だったんだ。それをね、母さん、料理だよ、喜び、めでて、喝采する人がいたからこそ、能という文化が作られたわけだから、母さんの言ってることをね、分かるよ。言ってくるよ。この強さにどうしてあなただけがいけるのよ。あとはお前たち二人で決めなさいよ。どちらがピナバウシの新しい命を見てあげるのか。あなたよ。そうよ、お父ちゃまよ。今日お父ちゃまが留守番を振るって言ってくれたんでしょ。それで今夜にしたんだから。今夜にした。そうよ。今夜何するんだ。え、いや、あの、だからね。あ、そう、並ぶのよ。並ぶ。嘘よ。どこに。はっきり言いなさい、どこに並ぶんだ。だからクックによ、それでいい。クックってなんだよ。くどくなるとこ縮めて、そういうの。くどくなるとってあれか、足のくどいハンバーガー。
かやか。おいしいよ、クックは。ロンドンだってあれだけなくなっての店の数が減ることがない。あれはやっぱりこう人間の下に売ってかけることがあるんじゃない。バカ、あんなもので食い物じゃないよ。はい、オッケー、もう時間ギリです。どうしますか。あ、分かった分かった、ちょっとだけ待ってくれ。浮かない、お前ね、ロンドンであんなザンパみたいなものを食ってたのか。何ザンパ、予想外だと。何言ってるか分かんない。ね、あのとにかくホームレスが食うような食い物だよ。はい、なんて言うんだ、ファーストフード。ああそうだそれだ、クドクナルドみたいなのがね、それこそこの国の食文化をダメにしたんだよ。あんなもの食いながらグルメって言ってるやつの気がしないあんなもの食は未来違うもんだよ。私にはもずくなんか食ってるお父ちゃん食文化なの。不気味よ、もずくはね、体にいいんだよ。でも体にいいってだけの理由で食べる、そういう食文化なの。不気味、クロスとか青汁とか、あ、意味わかんない。ああ、もずくとね、青汁を一緒にするんだよ。もずくはね、体にいい、うえ、おいしいんだよ。でもね、体にいいが先でしょ、おいしいを二の次でしょ、そういう価値観がわからない。無理して食べてるってことじゃない。青汁はそうだけどね、だからもずくは違う。だいたいね、あんな病気ばっかりしてる後ろに来るパサパサのパンに挟んで食ってるようなやつ。いつのハンバーガーの話、今も全然味が違うよ。違わない、とにかくね、食として認めません。その食として認められないもののための外出は父さんも母さんも許さないな。母さん何してんの、さっきから。何も何もって、何撮ってるんだか。何も隠してないわよ。何か隠してるの。何も隠してないわよ。もっと見せないよ。親子の間に何を隠したで。ああ何これ、ハンバーガーの包み紙。今日の昼間ね、買い物の帰りに食べたんだよ。ああ、ジーザス、お前は、ああ、ジーザス、お前、食ったのか、ハンバーガー。しかもね、新号、最後の小さい子もね、戦後もね、やむにやまれる事情があってじゃないんだよ。今日食っただろ。やむにやまれる事情でよ、今日の昼間のうちにつまずきを置かなくちゃいけないことがたくさんあったんです。今夜ジャパニーズを見に行く前に。ああ、もうそういうことで堕落と言うんだよ。ジャパニーズを見るためにハンバーガーで済ませる悪循環だ。なんでおにぎりじゃないんだよ。おにぎりだったら悪循環じゃないんですか。ジャパニーズからおにぎり、ヤマトの感じが流れて。でもさ、クックだったら今日すごく並んでなかった。そんなに並んでなかったわ。これクックじゃないでしょ。だってクックだったら今日8時からぷよぷよの子を跳ねますって。トイレ行かれてエレクテルグッズの販売が始まるから。昨日の晩からものすごい人気の熱のはずだもん。ああ、ヨウメさん、お前それ出たな。そのセンターお前おまけホスターだな。おまけじゃない、グッズよ。わかんない、また部屋いっぱいにあるあのグッズ増やすの。今日はでもキャラクターはね、超人気だからこう半分やばすの。なくなったら手に入れたのが大変なのよ。一つくらい人気いったのがなくたっていいんだよ。一つだけだ、それはもはやコレクションと呼ばない。グッズコレクションの全体像が音を立ててこう崩れていくのよ。一つくらいちっちゃなものがなくたっても音を立てては崩れない。そういう考え方が大きな飛行機のとかを生むの。ネジ一つで大惨事を招くの。ネジが一本緩んでても飛行機は通る。もう世界中のお父ちゃんまでの政治効果だけに飛行機は墜落し続けるの。でも買わない、昨晩から並んでるんじゃ今さらもう並んでももう無理なんじゃないの。今はね、そんなに並んでるの。昨日の晩から4人組で4人で変わろうか6時間制。そして今夜、グッズの販売の時点に向かってホルテージは上がりっぱなし。もう有志以来咲いている食い物についてのおまけホストのために人が並ぶ、この世の終わりで。現行ホストで青汁飲めればいいと思うよ。ああ、わしはね、青汁は飲まないの、飲めないの。だいたいね、あわしは二の次というか来たか分からないって言ったらお前だよ。お前こそね、ハンバーガーでそのグッズ、ハンバーガー二の次じゃないかよ。お母ちゃまもそう思うな。何？純粋にハンバーガーを食べたくて並ぶ。並ぶ話も二の次でってのはどうかしら。お母ちゃまのジャパニーズは二の次じゃないわよ。それはコンサート会場でグッズなんて、だから買う。けど好きなのは男の子たち。あの、大きくはね、男の子たち。ハンバーガーも好きよ。食べればよ、絶対に。じゃあ明日でいいじゃない。言ったでしょ？友達とウォーターフェンだろ。用意周到で計画が崩れるだけじゃ済まない。ちょっと私の言うのに。ひびが入るよ。そんな程度の友情ならひびが入ってもいいじゃない。ねえ、お父ちゃんあ、でもね、約束したというのはね、大事だと思うよ。ああ、約束は破っちゃいな。あ、彼は約束したんだな、その友達をみんなで並べて。そうよ。あ、父さんもだよ。今日の様子はね、約束だ。みんなで決めたことだ。だからね、これはね、人としての信頼の問題。あ、その点、お母さんあれだろ。コンサートいつも一人で行ってるんだろ。そうよ。仮にね、今夜行けなくなったとしても誰を傷つけるわけでもない。お父さんはどういうつもりです。ああ、いやね、あ、外出する理由としてはね、私は母さんのジャパニーズの方、あ、ガンボの手のひらの味がするハンバーガーなんかよりもね、はるかに応援してあげたい、認めてあげたい。
でも人の信頼、人の道としてね、私も金井もね、他人様を裏切れない。な、金井もそう思うだろう。今日の用事はね、誰か一人がキャンセルしなければならないのなら、母さんがキャンセルしたとしても世間との関わり摩擦が生じない。だったらね、ここは一つ。あ、金井君、お願いして。そうかな。そうだよ。私はずると思うな。ずるいってなんだ、ずるいって。なんでずるいんだよ。ほら、前から決まってたんだもん。そうよ、そうよ。あ、じゃあ、友情はいいのか。あ、ガラスのように壊れやすいんじゃないのか、お前の仕事は。それはね、私の問題だから。もう私出かけるお父ちゃまには関係ないよ。ああ、関係ないってなんだ、関係ないって。だって、クックたちもわからない人間に関係欲しくないんだよね。おい、なんだその言い方。うざい。え、じゃあ、今、何て言った。うざいよ。うざい、うざいって言ったらうざいと。お、娘、知識に向かってうざいとはなんだ、うざいと。表に出ろ。相手は娘ですよ。それみんな表に出ないから困ってるんだろ。出ていいの表に。うざいと言ったこと取り消しな。だったら赤を持ってる人がいて取り消せよ。なんかね、どうせベタベタしてんだよ。何なんだよ、ね、なんかわかんないけどね、ベタベタしてんだよ。それは赤を持ってるでしょ。うるさいよ。はい、もう手に間に合わない感じですか。あ、わかったわかった、今出る。手をどころにかるバレるのは7時からですから、今出ない。あの、うまかった、今出る。ガラス飲んでくる、大丈夫です。あ、先に行け、わしは後から。おい、え、いいんですか。あ、じゃあそうさせてもらいます。今日は最終日ですからね、そけ。やめた。そうでしたね、三道の飯より大好物でしたね、東京ディスティニーランド。すっかり忘れていましたよ、私の大嫌いな東京ディスティニーランド、あなたが大好きだということ。もずくよりもね。あ、もずくは我慢できるんだよ。でもね、赤瀬これがね、我慢できないの。あー、もうすまったの。あのね、あー、ノーワクチンのね、教会員たちも声をかけてね、大勢で行くことになった。大勢で行くなら一人ぐらいいかがしてもね。私がね、温度を取った。温度を取ったというか、自分の生きたさの名前、他人様を巻き込んだんでしょう。それは友情とは呼ばないな。そうだね、友情ではないな。私が仕事にかこつけたということが許せません。あ、でもね、能楽師協会一同で行くわけだからね。一同？あ、そうだ、一同だ。一同って能楽師全員ということですか？そう、全員能楽師一同。日本中の能楽師すべてが今夜、東京ディスティニーランドで集結するんですか？そして、アニッシュマウンテンとかスパイスマウンテンとかビックリサンダーマウンテンとか日本中の能楽師が貸し切りでおーとかお腹の底から絶叫するんですよ。そう、一度はね、だからね、欠席できない責任問題があってんすね。そうですか。それじゃあ今夜はどこに行っても日本中どこに行ってもお能は見られないんですね。一人残らず場所にしてわかったわかったから、もう一度じゃないよ。能楽師の中の有志一度で有志を省略した、それでいいか。何人です、能楽師有志一同。何人？あ、3人だよ。300人の間違いじゃないの。意外に参加者が少なかった。3人で、あたたちより少ないで、あたたち4人で交代制だよ。何それ。勝負にならないわ。私たちとの愛情の量が違う。私は本当にジャパニーズ見に行きたい。いやいやいや、私だってね、本当にエロとグロニカルパレードを見たいの。始まってからね、25年見てない年はない。あー、それにね、今年は25周年。あー、本当に愛してるんだ。あの、夜を彩る定食の行列、定食、定食、定食、そしてまた定食。滝技能のかかり火が張るでしょ。あー、飽きた。はぁ、あの、ねえ、飽きてはないよ。けどね、かかり火ばかり見てると、たまに電飾を見たい。人工の光がくれる気晴らしだな。気晴らし？私のは運命よ。グッズが運命か。グッズの出会いが運命。私のジャパニーズも一緒にされたくない。もうど真ん中にジャパニーズがあって、その隙間隙間隙間に生活がある。いや、ジャパニーズは私にとっての信仰ね。シーズの男の子は信仰するのもどうかと思うけど、大きい小さいというな。あんなグッズどうな、踏めるわ、見つぶせるわよ、私の足で。でもジャパニーズの男の子は踏めないでしょ。踏んでもいいよ、少しはただ上手くなるんじゃない。謝りなさい。いやよ、何すんのよ。やめなさいよ、あなた。何して触んないで。ああ、もう、やめなさい。ああ、もう、落ち着きなさい。やめなさい。わかったから。わしが留守番するから。
あなたを表に出さない私のこの信仰に出せか上前、犬を見てくるからお前たち出かける支度してくれ。当たり前でしょ。まあ、少しはさ、感謝してあげようよ。感謝？そうよ。もう、今までの行き先がなければね。でも、私一人だけを留守番させよう。待って。何？今お父ちゃんが何て言って2階に上がっていったの？ビナ返し見てくるって。それから？それからって？お前たちも出かける支度をしてくれ。うん。お前たちも？お前たちも？お父ちゃんも出かけるつもりよ。私たちを送り出したその後でピナーマウスをほったらかして出かけろ。いや、いくらなんでよ。いいえ、もっとひどいことはする男だよ。あんたがお腹の中にいた時だって。え、何？私お腹にいた時って。ああ、買ってきた鎖よ。その鎖でね、
りのつないでるんだよ。卑怯者とよ。この鎖でね、つながれてるのは宗家だよ。日本を代表する能楽師だぞ。その私はね、こんなに畜生と。犬じゃないわ、ピナバウシュ。名前があるでしょ、昔からそう。何が昔からそうだ。その犬とかこの猫とかあのこれとかに名前でもない。この犬はビナバウシュ、人格があるの。なんで犬に人格、なんだよ、初めて聞いたぞ、犬に人格がある。あるわよ。へえ、あるんだ、犬なのに人格が。じゃああなた今までビナバウシュのことどんな思いで変わってきたの。もう犬だな。犬だなと思ったこと一度もないわ。じゃあね、ピナバウシュは何なんだ。家族よ。だったらね、そのピナバウシュは何を産んだ。家族が家族を産むよ。それでね、よくお前たちその新しい家族が生まれてくるその日に、家族の長である私を鎖につないで外出できるな。しかも家族であるピナバウシュまで鎖につないで見捨てて。見捨ててなんかないわ。いや、見捨てて。もうビナバウシュ、その男を噛んじゃいな。おい、男ってなんだ、男って。オスだわ、オス。オスってなんだ、オスって。だって犬だもん。お前こそ犬でしょ。お前、もう、もう、こう表に出ろ。いいわよ、であるわ、表に。行ってきます。もういいね。じゃあね、待ちなさいよ。待ちなさいって。あなたこそ見えたでしょ、アジャパー。それでいいんで。
感じでノリノリにさせるために、とりわけ残されがちな私たち受験層への気遣いのために、一気に三曲いくよ。なんて優しい男の子たちだ。私たちの年齢を忘れさせようと一気に三曲いくよ。それが終わった夢と記憶なのに叶え、お前は虫よけスプレーごとき帰ってきた。母さん感動した。今ほどね、母さんの言葉に共鳴したことない。一時期私の心に突き刺さったことないぞ。叶え、それなのにね、お前は私たち二人の夢を差し置いて外へ旅立ったというのにね、なんか虫よけスプレーぐらいのことで帰ってきたんだよ。なんで通うんだよ、長時間並んでもらえよ。ああ並ぶよ、並んだよ。父さんはディスティニーランドで何時間だって虫に刺されたぐらいね。むしろ嬉しかったろ。だって東京ディスティニーの空気を吸ってそうだった虫だぞ。なんなら私たち全部やってもいい。無償で献血してやるヨーグルトなんて言われよ。無償の愛だ。母さん、悪いから握手させてくれ。ちょっと待って、それ本当の本気なの？本気よ。分かってんの？これ誰かそんなの出てちゃいけない状況なの？私は希望を捨てていない。私も捨ててない。いや、今になった思いがけない落とし物のように希望を残したぎるもの。私はエロとグロリカルパレードのその日が今夜現最後の瞬間まで、レースの希望の火を消すことをしたい。出るなー。それでしょ。まだまだ会社を見て途中くらいよ。出るなー。ゴールしてくれ。何ゴールして、ゴールしてくれ。近くの舞台でも感じられなかった。ゴールとしか余裕ないのが目先行ってきた。少し短すぎないかとか干渉したがる。愛情がなかったわけじゃない。どうも
私ですか。はい。はい。上田島。はい。わかります。はい、あ、ちょっと何すんのよ。誰だよ。失礼でしょ。誰に。え。誰と何の話をしてたの。美里とよ。美里さんは同級生だ。そうよ。お前同級生とデスマス調で喋るのか。いけない。え、マジでそれ条件だけど喋らず。え、そうですか。それは大変なことになりましたね。どうですか。そうよ。もしかし、もしかして今の電話あの変な女の人から。変な女って何だよ。この間電話があったのよ。あ、花井様のお母様でいらっしゃいますか。私、花井さんとは数奇な運命でつながっているものですって。数奇な運命って言ったのか。そうよ。そんな言葉江戸川乱歩シリーズ以外で聞いたの初めてだ。吠えてんのよ。じゃあ、ほどほど幸いなのか。それも言った。あ、しかるべき見てるか。誰なのあの女の人。江戸川乱歩か。あ、違うと思う、女だから。江戸川乱歩夫人か。まあ、そうだったらこの野郎だよ。今、なんて言ったの。この野郎だって言ったのよ。どういうこと。もう説明して、ハンバーガー屋の前に並ぶんじゃなかったの。どうせ並ばせてくれないでしょ。でも、これから並んでいいと言ったら並ぶのはハンバーガー屋なの。それとも、この世の終わりなんだ。ハンバーガー屋。じゃあハンバーガー屋でこの世が終わるのか。分かってない。虫除けスプレーとこの世の終わりは関係あるの。おい、おなんで黙るんだよ。断りなさいよ。そっちが黙るんだったらね。そっちがそういう手に出るんだったらね。そんなことしないでよ。わしも黙るぞ。そんなことしても何の足しにもならないと思うけど。お招き入れようよ。もう私だけピナファウシュ残るのはごめんよ。お母さんもジャパニーズで行けばいいのよ。ピナファウシュはどうするの。そうだ、この犬だって家族なんだろ。もう産んでも無駄よ。どうせ今夜の9時にこの世が終わるから。は、はあ、はあ、だからみんな自分が好きなところ、自分が一番信じているところ出かけるべきなのよ。それってよくあるあれか。この世が終わるとしたら最後の晩餐に何を食べますみたいなあれか。それじゃないけど似てるかも。この世が終わる日にお父ちゃまは東京ディズニーランドに来たという、お母ちゃまはジャパニーズで。それでお前はどこに行こうとしてるの。だからクックよ。いや違う、わしの目は藤原ではないぞ。まして女子アナでもない。この世が終わったらかない9時にこの世が終わると言ってな。そうよ。じゃあお前どこに行こうとしてたんだ。書道教室よ。書道教室って時々通ってた。ああ、ちょっと風変わりなやつが教えてる。あ、でもね、能の宗家の娘だから書の道で通じるのが悪くないってお父ちゃんの話を持ってきてくれたのよ。真面目に通ってると思ってたけど、書道教室とこの世の終わりがどう関係あるんだ。家元にはね、全てが見えるの。もう全てってのはあんだよ。全てよ、何もかも。あんた何言ってんの。お母ちゃんは背中に何かが見えるって言ってたことがあるじゃない。いや、あれは何よ、嘘。いや、嘘じゃないけど。バカかい、くだらないものを信じるんじゃないよ。くだらないよ、バレ消して。くだらないからいいって言うんじゃない。お父ちゃんはだって東京ディズニーランドのマッキーミューズはぬいぐるみでなんでしょ。生きてるんでしょ。もうそうだ、生きてるよ。信じてるんでしょ。信じるも何もそうなんだ、マッキーは生きている。じゃあそれと同じ、私にはね、すべてが見えるとおっしゃる家元のお言葉を信じてるの。それはね、信じるというものとは違う。そんな信じるは邪道だ。俺はね、騙されているんだよ。そうよ、騙されているのよ、かない。お母ちゃまは、あの小さいのがこの世から消えたらどうする。ありえない。この世から消えたら、あの小さいのが全部。やめて、そういうあるべきではない想像をこの頭の中にしかまないで。でしょ。いやいや、私も今はそう、家元のお言葉がすべて。じゃあお前、クックに並ぶって言ったのあれ嘘だったの。もう嘘じゃないよ。まず並んで、それから書道教室に行って、今日から住み込もうと思っていたの。住み込む？そんなこと絶対許さないよ。どうせそう言われると思ったから、クックで並ぶって言ったの。こいつホースターに徹夜するんじゃなかったの。ハンバーガー入れて徹夜するんだ、食べたことある？ないよね。みんな今書道教室から東京へ向かってる。そこから東京を脱出するの。どこへ行くの。神津島。祭りナンパしに行く島だろ。その島だけはこの世の終わりから逃れられるかもしれない、最後の望みだそうよ。家元が言ったのか。ええ、おっしゃったの。ああ、もうダメだわ。何が。バカ娘ながらどうしようもないぞ。何か取り憑かれてるぞ。お父ちゃんはだって東京ディズニーランドに取り憑かれてるでしょ。ね、わしのとは違うの。どう違うの。ね、わしのはね。何。え、わしのはあなたも頑張って、もう説明して説得して見せて、もう父親だ。あの子の父親
違いを。そうよ、私を20年前に殺そうとした親なら。あ、そんなこと根に持ってんのか。持ってないよ、さっき聞いたばっかりだから。それよりもお父ちゃん、あれだよ。あ、いや、やっぱりやめとく。あともう少しでこの世が終わるのに、これ以上夫婦の仲を悪くしたくない。いや、やめなさい、そんな思わせぶりなあれは。え、でも嫌な気分でこの世を終わりになんかしたくないでしょ。いや、私だって気持ち悪いの。言いなさい、何、何があるっていうの、私たちの夫婦の間に。私がね、中学生になった頃、気がついたんだ。なんだ。お父様が朝、お仕事で出かけるでしょ。何を言うの。なんだ、言えよ。行ってくるぞ、行ってらっしゃいませって、お父様が玄関を閉める。はい、そこまで。なんだ。そんなってね、いつもお母様、ものすごい顔をして、舌を出してべーってするんだよ。年に1、2回でしょ。毎回よ。たまによ。全部。ある程度。まだまだ目を忘れて。全然入ってないだからよ。お父ちゃま、ショック？あ、別に。何一つ信じたいものがここにはない。だからこの世が終わる日に、家族の誰もが表に出ようとしている。この世が終わる時、どこにいたいですかという答えが、誰一人この家庭ではないの。この世は終わらないわよ。この世は終わらない。この世は終わらないの。終わらないかもしれないよね。今夜何かが終わった気がするよ。それで、かなえ、お前はその薄汚い書道教室と信じてるのか。あそこにはね、真実がある。そのね、真実が嘘だってことも分かるぞ。何言ってんの。だって、今夜9時だろ。9時にこの世が終わると、その薄汚い家元が言ったんだろ。薄汚くなったないわ。やめて、逆効果になるでしょ。綺麗よね、その家元。綺麗よね。いや、綺麗でもない。そう、綺麗でもない。9時にこの世が終わらなかったらどうするんだ。どうするまでも終わるから。あ、9時といえば、あれね、私のジャパニーズのコンサートが終わる時刻ね。エイロとグロリカルバレーの終わる時刻だ。ほら、ちゃんとしてみたら夢夢して終わるのよ。でもね、金井、この世はね、コンサートでもパレードでもない。簡単には終わらない。終わるのよ。じゃあね、9時にこの世が終わらなかったら、代わりにお前の進行が悪い。それでいいな。なんでそんなこと勝手に決められなくちゃいけないのよ。だってこうなったら勝負だろうよ。何を勝負って。だからね、私のデスティーランドの電子色の輝きと、お前の輝いていると信じている薄汚いものとの勝負だよ。勝負なんかしないよ。いいや、逃げるな。勝負だ、勝負だよ。あなたは爆打ちじゃないのよ、合格しなよ。勝負だよ。少しは詫びとかサビとか買いま見せといた方がいいよ。明日からのこともあるし。明日はないんだろ、もう。だったらいいじゃないか、詫びとかサビとかどうだってよ。勝負だ。いいわよ。え、かなえ、どうしたの、何が。いいわ、乗った。乗ったって何。お父ちゃんがギャンブルでよ。私はこれを飲んで死ぬ。でもお父ちゃまも飲んでも死なない。
それがお父ちゃまの言ってた勝負でしょ。それとも怖いの？これを飲んだら死ぬかもしれないって。そんなことあるわけないだろ。こんなもんね、薄汚いものに嘘発表に決まってんだろ。じゃあ飲もう。二人とも変な意地の張り合いをやめて。意地じゃないよ、全く問題ない。じゃあ飲もう。9時にこの世が終わる。それよりも前に。ああ飲む、飲める。何が人魚の子なんて騙されていくらで買わされたんだよ。くださったのよ。金払ったろ。お伏せよ。こんな小麦粉に金払う。小麦粉はこんな感じで溶けないわよ。いいか、わしが25年間かけて信じてきたものはね、お前のこんなくだらない小麦粉とは違うんだよ。さあ違いますよ。グイッと飲んでよ。おう、グイッと飲んでケロッとした顔してやるよ。グイッと飲んでケロッとして、グイッと飲んでケロッとしたらダメ。お前も飲むんだな、グイッと飲むわよ。母さんも飲むんだろ。なんだ私を。母さんだって信仰って言ったろ。何が。いや、ジャパニーズだろ。信仰だってもっと飲めるだろ、こんなもん。わからない、今の理屈。わかるな。わかるな、かない。今だ、わかった。え、何が。わしもね、わしの言った言葉を信じてこれを飲む。かないもね、かないも言った言葉を信じてこれを飲む。だったら、母さん、私は言ってない。いや、言ったら言えるな。ジャパニーズの合間に生活がある。ジャパニーズを信じてるならね、ジャパニーズのために飲めるだろ。でもこれ、ジャパニーズの粉じゃないもの。ジャパニーズの粉だと思えばいい。巻き添いはやめて。さあ、担当者の。明日の今頃、同学進化新人と報道されたらどうするの。仲のいい家族だったって思われるだけよ。原因が分からなくて、原因さんが困るでしょ。大丈夫よ、これを飲んでもお父ちゃまだけは生き残るって言ってるんだから。ああ、飲んで生きるよ。そしてね、お前たちの死んだ理由を後世に美しく語ってやれ。なんて語るの。人間五十年、下天のうちを比べられ。お前がね、好きだって言ってたの、あつ森。あれ、お能じゃないよ。え、大若前の曲だから。そうですか。もう手が下げないで、持って、さあ行くわよ。せーの。母さん、これは飲まないということはね、母さんのジャパニーズが一番信じるに値しないものだということになるよ。ならない、見つかへん。なるんだ。だったら諦めるか、ジャパニーズのコンサート。わしとカナエだけは表に出てもいいのか。それをね、認めるなら中止する一家心中。いやだ、認めたくない、理屈がへん。じゃあやるよ、せーの。何すんのよ、なんで私だけ。わしはね、二人でいつも勝負する覚悟がある。へん、理屈がへん。じゃあやるよ、そう、二人だけでも。そう、二人だけでやって。いや、やめて。そんなもんね、小麦粉だよ。せーの。お前飲んでないのか。お父ちゃまこそ。お前最低だな。お父ちゃまの子だからね。また騙し打ちか。違うわ。ちょっとだけ怖かったの。これを飲んで死ぬのかか。違う。飲んで死んなかったよ。お父ちゃまはこれを飲んで死ぬのが怖かったんでしょ。おい、カナエどうしたんだ。カナエ飲んで飲んだの。飲んで、この世が終わるとか言ってたんだ。いや、終わるわけないでしょ。終わるわけないのに、なんで飲んだんだ。もうあなたが勝負とか変なこと始めたからでしょ。こんなもん一気に決まってるだろ。こんなことで人は死ぬわけないだろ。あ、行かない。あまりにもくだらない。こんなことで人は死なない。こんなことで人は死んじゃいけないよ。もうそんなわけない、もう そんなわけない。お前、息をしてないよ。嘘。本当だよ。本当に息をしてないって。あんただ、あんたがかなえよ。濡れ着こえますよ。あんたのあんただ、あんたこそ死ねばいい。この子って死ねばいい。俺だって死にたい。本当なのか。本当にそれ、人殺しの人形の子なのか。バカ人形の子なわけないでしょ。本当なのなんだよ。バカなの時だよ。じゃあ、あの男が言ってたこと本当だったのか。え、何よ。ああ、この世も終わるのか。何言ってんの。あと20分か、そこらさ。いや、終わるわけないでしょ。でも、かなえはこうして。もうしまい。見てごらんなさい、もうとっくに9時過ぎてる。どうしよう。カナエがお腹に出た時もそう言った。どうしようって。今度、カナエが生まれてくるんじゃないんだよ。カナエが死んじまった。どうしよう。どうしよう。
私イカシンチの前にやることがあるでしょ。救急車よ、呼ぶの。カナイ、今呼ぶからね。まだ息が止まってるだけでしょ。まだってそれ以上のものか。早く病院へ連れて行って解毒剤を飲ませればいいんだから。電話して。ああ、もう携帯持った。うちの電話は線引き切った。表に出て叫んできて。表に電話なくしたのお前だろ。じゃあ、え、じゃあここで叫んで。うちは完璧や、もうなんだろ。あれこれ、なんでこんなことになっちゃったのよ。なっちゃったんじゃないんだよ。しちゃったんだよ。しちゃった。そうだよ、お前が自分で伝えるかけて。でも、携帯しようって電話線切ったのあなたよ。お前が変なもの信じたからだよ。元はといえばあなたがディズニーランドに行った方からでしょ。お前だってジャパニーズ信仰と呼んだからだ。ジャパニーズ悪くない。だったら満期にしたって悪くない。でも金はどうするとどうなるの。まあ、鍵どうしたんだ。鍵目の前のトイレに流したでしょ。あなたこそ、この鍵は、投げた。どこに。違う、あった、あそこだ。勝負してないからね。喉が渇いています。
こにも出られません。目の前に毒かもしれない飲み物だけがあります。さてあなたは飲みますか。何よそれ。一家心中するか。なんで焼けてだよ。もうこれ以上バカなまねやめて。あっこれ、お前、かなえなの、やめて、やめて、悪いじゃん。そうだよ、もう死んでるんだ、そのまま死んでろ。だから死んでないのよ。息してなかったぞ。息止めてたの。こんな中入ったか。お父ちゃまとお母ちゃまが息を確認してる間だけよ。で、顔色が真っ青だったの。人は青いと信じれば青く見えるものよ。そういえばまた白い。死んで生まれ変わったとでも言いたいわ。だから違う、何も起こらなかった。これを飲んでも私何も起こらなかった。そして9時を過ぎてもこの世に何も起こらなかった。つまりあの男が言ったことは全部嘘だったんだな。どうだろう。ああそうだ、私はね、自分の信仰をかけてこれを飲んで自分の信仰に負けた。でもお父ちゃまはこれを飲む勇気さえなかった。お父ちゃんの先輩よ。いや、わしが勝った、わしが勝った、わしは認めない。でも一つだけ、お父ちゃんたちの話を聞いていて、はっきりと分かったことがある。ちょっとやめてよ、また変なものに目覚めたりしないでよ。お父ちゃま、喉が渇いたから水が飲みたいって言ったでしょ。水飲めた？ああ、ごめん。今食べて、毒でもなんでも飲んだりやがって。カラッカラで。ね？ねてなんだ。水も食べ物もどこにもない。あたしの手を届くところにはそのことだけがはっきりしてる。どういうこと？この鎖でつながれてる限り水も飲めない。じゃあ干からびちゃうってこと？そうよ、だってこれを外す鍵がないんだもん。その声も届かない。え？じゃあ何、本当にこのまま一家心中？ああ、冷静になりなさい。こんなことで人は知らないんだから。でも冷静になればなるほど救いがないってことがわかる。この子がね、子犬を産むときにね、しばらくおっぱい出るのか。
何考えてるの？ハワイ希望だよ。小犬と一緒にね、おっぱいもらおう。山内からね、おっぱいもらおう。それでね、喉の渇きはしばらく心配なくなるよ。農学士一家、犬のおっぱいで命拾い。本気？本気だよ。まずね、産む寸前にこの鎖を加えさせて食いちぎっておる。グリュエン、ブランメリー。そしてね、それがダメなら子犬と一緒におっぱいをもらう。これがプラン B。 そのうちあんた腹が減ったら子犬食おうとか言い出すんじゃないの？それプラン C。 さっきのね、子犬食うはやっぱりやめよう。当たり前でしょ。母犬の前でね、子犬食うとすごいことになるんじゃないかって思いついたんだよ。一晩中そんなことばかり考えてたな。考えるのが自由だろ。こういう状況にあってこそありとあらゆる可能性を考えようとして考えて生き延びようとする。これね、人間のありようだよ。人間のありようというよりあなたのありようよ。でもこのありようがね、だんだん深刻に思えてきたよ。カナエ、おいカナエ。何よ。よかった。うとうとしてただけよ。おお、寝るな。寝たらおしまいだ。雪山じゃないよ。そうか、寝てもいいんだ。寒い。冷房をつけっぱなしでしたからね。ケース、状況わかってるんですか？お前ね、さらに雪山に近づいてきたな。おい、おい、どうなんだこれ。どうなんだこれって。どのくらい深刻な状況だ。見た目は滑稽ですが、かなりだと思うわ。ああ、もうね、喉が張り付きそうだよ。人間一週間ぐらい水を飲まなくても大丈夫よ。一週間ってなんだ、無理だぞ、いくらなんでも。雪山で相談したと思えばいいでしょう。でもね、ここ家だぞ。我が家。我が家です。そうなんてどういうことか。マッキービュースの夢でも見れば、雪山で。それで亡くなるんじゃないの、喉の渇きも。そうよね。東京ディスティニーランドは人生の渇きを癒すって言ってたじゃない。それで渇きを癒しなさいよ。ネズミで。ネズミのこと考えて。前だってね、人生に遭難しそうになった時、ジャパニーズの歌を歌えば乗り越えられるんだ。そうよ、あの子たちのこと思うわよ。世界に3つ4つの花とか歌いながら、それでどこの渇き忘れる。だったらわしだってね、デスティガンでマッキーと初めて握手した日を思い出してね、この喉の渇きを忘れてみせるよ。世界に3つ4つだけは。マッキー。水が飲みたい。わかりません。
もうね、誰か一人ぐらい訪ねてきてくれてもいいだろう。もう、来たのかもしれません。え、何？私たちに聞こえないだけよ。私たちが自力であの扉を開けない限り、何にも聞こえないんです。カナエ、カナエ、起きてる？カナエ、起きてるわよ。目をつぶってただけ。こうしてると起きてるが生きてるって同じ意味になっていくのがあれで。何？笑えるわね。私はもう笑えない。誰も助けてくれない。目をつぶって何考えてたの？この乾きも癒せない信仰って何だろう。こんな時にこそね、神様って来てくれるんじゃないのかよ。こんなこの世が終わりそうな時にこそ。この世が終わるわけじゃないよ。この家が終わるだけじゃない。でもね、わしらのこの世が終わるだろう。こんなありえない姿のまま。水かなえ、来ないの神様？だって信じていないでしょ、私の神様。もうね、助けてくれるんならね、なんでもいいよ。お前の神様よ、何でも。私もこうなったら何でもいい。助けてくれるなら。さっきね、目をつぶりながら思ったの。東京ディズニーランドもジャパニーズも明日の朝くてもこの世である、そんなものばかりは生き残って、私の信仰が、信じる心が今夜なくなった。この世のどこにも私の信じるものはないんだ。だからきっとお父ちゃんも何百回バッキーミュースを見ても、その乾きはなくならないよ。そうかい。そういうことか。自分でしかね、自分を救えない。あるいは、何？自分でさえね、自分を救えない。でも私、今あの扉が開いてくれたら信じるわ。それがどんな神様であっても。そんなことってある？本当に神様が開けてくれたのか？開いて、開いてました。開いてた？ええ、あの、鍵がかかってなかったもんで。なんで入ろうとしたの？私たちを助けるために。誰もいないかと思って。誰なんだ？あ、逃げられねえ。そうや、泥棒でもねえ、神様でもどっちでもいいんだ。まず水を一杯切れないか。それでは本日は誠に